めちゃくちゃだろ。なんだそれは。置くんかい。いやでもこれ好きな人は好きだろうな、これ。はい、どうも。アニメリアクターの財前です。こんな感じのリアクションやアニメに関する動画を毎週投稿しております。もし興味のある方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。そして、アニメのリアクションや感想を先に見たよって方がいらっしゃいましたら、下のシークバーや概要欄からチャプター機能をご利用ください。はい、というわけでやってまいりました。今回も、アニメ見ていこうと思います。今回見ていくのは、ノーゲームノーライフ、クラシックリアクションシリーズですね。はい、まあ、クラシックリアクションシリーズってことで、リアクションがメインなんで前置きはなしだっていう感じで、クラミーぶっ倒せっていう感じで見ていこうと思います。それでは見ていきましょう。ノーゲームノーライフ、第3話。よーい。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さあ、クラミをぶっ倒せ。ギャンブル大会だね。勝てば王様になれる。悪い顔。ちゃーん。お。てん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 。このオープニングいいよね。さあ、ノーゲームノーライフ見ていこう。まあ、まだね、やっぱり、本格的に戦いを行ってないっていうのがあるからさ。まだ、本当に面白いか面白くないかっていう、この、今、スレスレの状態だね。どういう風に攻略していくのか、イカサマメインなのか、駆け引きメインなのか、どうクリアしていくのか、だから、言っちゃうと本当に、開示的楽しみ方をするのか、赤城的楽しみ方をするのか、その二つだよね。豪運、うわ、すげえな、こいつ、規格外やっていう風に楽しむのか、うわ、こいつ頭、うわ、これは無理だ、勝てないな、みたいななんか、そういうのを戦っていくのか。まあ、戦略か、どうするか。うわぁ、この、これいいよなぁ。なんか、よく聞いた気がする。てか、いろんなとこで聞いた気がする、このオープニングテーマは。まあ、空はなんとなくすごいのはわかるけど、この見方を見るとなんか、白も大概すごいと思うんだけど、今回は今んとこ空にフィーチャーされんのかな？なんか雰囲気的には白がぶっちぎりでチートってるっていうような印象がありますね。さあ、エキスパート。ちょっと待った。まあそうよな、でも。お、逆転裁判。お、裁判長この音楽、これ逆転裁判の音楽ですね。タンタンタンタタン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 って。うわ、いいな。俺逆転裁判好きなんだよね。これね、カチカク BGM なんですよ。逆転裁判の。他国、魔法使えるやつの力を借りてるやつ。何？あ、耳？半獣か。耳の形とか。おー、仕掛けてる。でも結構吹っかけてるよな。マジで裁判長のデザインそのまんまやな。お、吹っかけてるな。おお、裁判長。裁判中に飯食ったりするんですよ、この裁判長。お。ああ、耳長だ。エルフだ。いや、関係ないわっていう風な言い方をするのか？ああ、なるほど。切ったな。まあ、鉄板の切り返しだな。
あのエルフもなんか訳ありっぽいな、でも。そうそう。勝負を受けた側がルールを決めたりするんだっけ？優しい。これも伏線っぽいな。なんだ。まあ、じゃんけんとかも相手が納得したから OK っていう話よな。服。現代テクノロジーに疎いな。そうね。ないね。あら、数独か？うそうね。でもよく考えたら確かに魔法使って勝負ができるなら、そう考えたらやっぱり魔法の使えない人間は、イマニティだっけ？魔法を使える人間は相当下位にはなるよな。なんだ。わからないっていう。もともと強いけどっていう感じなんだろうな。まあそうね。なんで気づいたんだってなるから。できないね。なるほど、なるほど、なるほど。鼻ほじってる。うん。まあそうだな。見えるやつだけど魔法が介入する。まあ。だから言っちゃうと、おお、まあチートも利用するっていうレベルだからな。声に出てる。なるほど。そんなのは無理だろう。ヘルブンガルド。おお。そうなると、だが、相手、パロディが多いな。だいぶ、岸辺露伴。岸辺露伴がハイウェイスターに言った言葉だっけ？うん、丸め込まれちゃう可能性があるからね。
二つ目が一番でかいな。確かに。まだ。まあ甘いよね。許してくれる。お、完全に逆転裁判のあれみたいになってますけど。ん？チェス？お？石を持ってるチェス。はい。どういうこと？すごいこと言うね。ああ。多少の情報はね。バレる。やっぱり仕掛けてんな。そういうわけじゃないだろ。そんな強いんだ。よーし、やろうぜ。ルールは？ただのチェスじゃないだろ。裁判長。元気ですか？アシェンテ。さあ、何を仕掛ける？遠隔化？ AI のようなことをするってこと？お、動いた。そうなんだ。まあ、なんか中央に展開するのが、まあ、定石だって聞くけど。G7。1個。2マスまでじゃないの？チェスって。どこまでも行けんのか？えへへ。いや、やろうと思えばどこでも行けるってこと？おお、飛び越えた。ああ、じゃあ、前へって言ったらどこまでも前に行く可能性があるんだ。本人が判断するんだ。はいはい。そう。妨害するわけにはいかないな。AI をな。そう。チェック。ただあれ取られない？なんでそれすごいよね、マジで。俺もわかんない。なんでその10枚落ちで勝てんの？ああ、言うこと聞かないんだ。うん。ああ、なるほど。空振りができない？さあ。じゃあ、駒を切らずに勝つ必要があるってことか。基本的には。動かない。わお。一手握手。ビショップ。全然動かないね。こんな小娘の言うことを聞くわけにはいかぬのじゃっていう感じなのかな。やばいやばいやばい、時間が。動いてくれない。
だすり、空が復帰してやれ。なあ、駒のお前らっていう風に。俺、目が貫通しそう。大丈夫、大丈夫。大丈夫だよ。え？めちゃくちゃだ。えげつねえな。なぜナイトが童貞だと思っている？単純すぎるだろ、お前ら。行ったり来たりか。LOL 的な？なるほど。もう手番もクソもないってことだな。でも、冷静に？ははは！そうだよな。でも、意志を持つってことはそういうことになるよな。ああ、なるほど。いろいろとあの、手番のあの、あれとかも伏線が全部あるんだな。めちゃくちゃ、出た。言いたい放題。おー、俺も行くぞ。なんかバカゲーやってる気分だな。まあでもこのチェスを作った本人が多分想定してるのがこれだもんな。本物の戦争の。え？戦争に正義はねえぞ。はい。生きる。ははっ！確かーにー。確かに白は可愛いもんな。ははっ！うわ、強いね。でもなんかその意志において強くさせるっていうのはもう、それはまあ、ある種のカリスマだもんね。うん、やっぱりこのゲームの制作者の意図は多分ここなんだろうな。王の。ええー、多分こういう戦争をシミュレーションするゲームなんだろうと思うけど。ただこれはちょっと暗黒騎士すぎませんか？底上げされてる。ポーンか。ポーンじゃないな。あれなんだっけ？一番左。え？それはね。これ、ブラフだな。こんな露骨に慌てないだろう。失敗した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 。天音鈴葉。うん。そうか、その先。なんてなんじゃないの？
どうなる？え？え？あっぶな！めちゃくちゃだろ！なんだそれは！おい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 。めちゃくちゃすぎてやってることが。なんでもありすぎるぞ。ってなってるじゃん。置くんかい。なるほど。こうやって敵軍を取り込むことも可能。それこそが王の資質だよ。恋愛。さすが、ギャルゲーもやり込んでいる。ん？うん。変わらんな。でもその先は？一時期は？ある？相手の能力に委ねるしかないのか。しろ。え、しろも動く？大、かわいすぎる。え？動いた。なんで動かない？このナイトはクイーンに惚れている？さあ、切りなさいと言わんばかり。おい、このゲームこんな感情が介在するのか？かわいい。何？もう一つは？ TOD？ おー、気になるとこで終わりましたな。でもね、TOD っぽいよね。この感じを見るに。時間切れでこっちの方が駒多いよね。じゃあ勝ちで、終わる可能性っていうのはあるな。おもろいっすね。いや、なんかこう、ついていくのが楽しいね。うん。なんかそんなんあるかいっていう風に突っ込みたくなるけど、なんか、そうやって突っ込みたくなる面白さがある。なんか、いや、次何仕掛けてくんのみたいな。なんかもうさ、ある種何でもありになったじゃん、これって。何でもありになったからこそ、次何を仕掛けてくるかっていうのが、すごい楽しみになった。めちゃくちゃ面白いな、これ。やりたい放題すぎないか？このチェスは。チェス監修日本チェス協会。おいおいおい。どうチェス協会が絡んでるんだ、これは。面白いかもしれませんね、っていう感じなのかな。いや、でもこれ好きな人は好きだろうな、これ。すげえそう思う、なんか。好きな人はめっちゃ好きなタイプのアニメだとは思いますね。いやー、いいっすね。いいっすね。気になる続きが。あー、やっぱりこれ、そうか。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、あー、やっぱりそういうことか。なんか腕に王冠ついてんのが気になったなと思ったけど、これはあれだね。王冠ぶった切ったってやつだね。多分。で、二人で一つの王様だ。俺たちは空白だからなっていうのが、オープニングのあれに繋がってるわけだ。なるほど、なるほど、なるほど。まあまあまあ、とりあえず勝つという感じになっているんだけど、こっからどうなっていくのかっていうところが、まずまあ、ポイントだよね。見る上で。どう動いて、まあ、どこまでクリアをするかっていうところではあるんだよな。でもなんか俺の予想的には TOD なのかなとは思う。これを攻略するには。わざわざだって、王を討ち取る必要はないから、あくまで、
こっちの軍勢の方が多いよね、じゃあ勝ちだよねっていうルールなのかわかんないけど、チェスにそういうルールってあんのかな、こう TOD 的な。もう手番が終わっちゃった時に、両方手番が使い切っちゃった時にあれで決まるみたいなことはあるのかな。まあでも大体将棋でもさ、使い終わったらなんか早指ししなきゃいけなくなるみたいなルールなんじゃないのと思うんだけど、ただこういうストラテジーゲームになるとね、時間っていうのは絶対的に必要になってくるから、何？だって早指し後指しのもう関係じゃなくなってくるわけじゃん。だからこそ時間がある程度終わって、あの裁判長が持ってたこの砂時計が全部落ち切った時に、多分チェスの持ち駒全部俺の方が勝ちだ、多いぜ、勝ちだぜっていう風になるのかなとは思う。いやー、それにしてもこのアニメはすごいパロディが多いっすね。いやー、今んとこ気づけてるからいいけどね。いや、俺逆転裁判のパロディは今までで初めて見たような気がするわ。あの音楽までね。いや、もうねー、もし、あれね、俺好きだからすげー上がっちゃったよね。タン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 、トゥルートゥルルーっていう風に始まっていくんですよ。このね、最後の最後に仕掛けた時の、もう勝ち確定 BGM がね、あの音楽なんですよね。すげーいいんですよ。っていう風に熱く逆転裁判について語ってしまうんだけど、まあ、ジョジョネタだったりね。いや、面白いな。なんか癖になるな、このアニメは。いやー、なんかこの喋り方だったりなんだったりっていうのは。でも意外とソラくんは苦戦してるっぽいな。なんかああいうなんか焦った表情も全部ブラフで、どこまでもどこまでも知略を巡らせてるかっていうかと言われたらそうじゃないんだね。割と結構アドリブでこう策を練って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 、うまいことやってるっていう感じなんだ。へー、そうなると本当に頭がいいタイプなんだろうな。うん、赤木とかは割とさ、あの知ってる人は知ってると思うんだけど、赤木はさ、割と運もすごいあるタイプだけど、どっちかっていうと先にこう先手を打って、いろんな仕掛けを打っておいて、そこでやられても意味ないよみたいな、なんかそっから仕掛けていくのが赤木っていう感じがするけど、やっぱりそれとはちょっと真逆だね。うん。なんか結構いないタイプの主人公なのかなとは思わなくもないけど、まあどっちかっていうとやっぱりカイジとかに近いのかな、そういうゲーム、漫画だったりアニメだったりっていうタイプで言うと。うん。なんかまたこれはこれで新しい主人公像だなっていう感じがする。いや、なんか見るたびにシロちゃんが可愛く見えてくるね。いや、いいな、面白いな。はい、まあ、すごい面白くなって、まあ、時間がすごい気になっているところでありますけれども、こんな感じで終わろうと思います。はい、ということで、はい、ということで、なんかコメントあればください。クラミーとか、あのエルフの子可愛いとか、ステフとか、ソラ空白めっちゃかっこいいとか、いろんなコメントをお待ちしております。以上、ノーゲームノーライフ第3話でした。バイバイ。